てめえら人の家に勝手に入ってんじゃねえぞ、おら！てめえら泥棒だろ！泥棒なら殺しても構わねえ。その足を離せ。こいつ！お前はこの虹村を肥やすのザ・ハンドが消す。どけ。まだ今なら傷を治せる。遊んでんじゃねえんだぞ、奥安。アンジェロを倒したその東方丈介を必ずぶっ殺せ。ああ、分かってるよ。兄貴。なかなか素早いじゃねえかよ。なんだこの手の動きは。どれ！てめえ右手を離せ！やっぱりやべえのかこの右手。入りって字がねえ。そうか、削り取ったのか空間を。この右手は掴んだもの全てを削り取る。そして切断面は元の状態だった時のように閉じる。削り取った部分がどこに行っちまうのか俺にも分かんねえけどよ。逃げる奴にはこういうこともできんだぜ。空間をこうやって削り取ると瞬間移動ね。これがある限りてめえは俺から逃げられねえ。自慢話はまだ続くのか。これで最後で。次はてめえごと削り取るや。バカで助かったぜ。